はい、皆さんこんにちは。星空の招待席、ついにアメリカに帰ってまいりましたということで、神田さんが星の話を一人で語ります。よろしくお願いします。さあ、そんなわけでね、今回もですね、ようやく本当に帰ってきたんで、まあ、ちょっと頑張ってね、やろうと思ってますんでね、皆さん、ネットを見ながらいろいろやっておりますので、もう本当にね、頑張って楽しい星の話をしましょうということで、今ちょっとながらやってましてね、ながら、まあいろいろね、大変なんですよ、もうね、本当にいろいろこういうことやってるとね、単なるラジオだけ撮ってもいいってわけじゃない、それ以外にネット上でいろんなことをしながらラジオを撮るという、ちょっとね、すごい離れ技やってますが、ありました、はい、探しました。今日の話題を、アストロアーツ社さんからですね、アストロアーツ社さんから、ちょっとね、見せてもらいまして、行ってみたいと思います。まず最初の話題ですけどね、やっぱりこれはね、宇宙探査しているそういうような衛星についてちょっとね、面白く話してみたいと思います。あかりが見たはやぶさ2の向かう小惑星1999、JU3 行ってみたいと思います。終わっちゃいました。お知らせ招待席言うの忘れちゃいました、タイミングがちょっとね、ずれちゃいましたが、気にせず行ってみましょう。実はね、これね、はやぶさってのは、2ってのは何かというと、これね、小惑星をね、次探すやつなんですよね。うん、で、これ、まあ、前にはやぶさって有名な映画にもなった日本のね、有名な小惑星探査衛星がありまして、これがね、今度ね、2018年の到着を目指しているターゲットが決まったんですよ。で、これが小惑星の、これはね、ナンバーで言うと162173という、もうこれ小惑星いっぱいありすぎてね、番号なんですよ。ね、これが1999-10-3ですね、に発見されたというやつですけど、赤外天星、天文衛星あかりによって観測されており、その画像が公開データされたということですね。2007年5月16日に行われた約10分間の観測、時間中に習得された多数の画像データの中から波長の、15これミクロンっていうのかな、M における画像を2枚選び出して重ね合わせたもので、7分間に小惑星が空を移動している様子が捉えられたということです。まあこれね、まあいろいろ言うとね、話が長いんですけど、やっぱりね、これ小惑星とか水星探査ってすごく重要なもんで、やっぱりね、これはそのうち地球に向かってくる、ぶつかる、または地球の組成前にぶつかったために、ここに何があるか、生命の源があるとか、そういうことをね、いっぱいいろんなものをね、見れたみたいな、これすごくいいんですよね。で、これはもう日本がもう率先してですね、今最新技術、小惑星に行って物を持って帰ってくるんですよ、人もなくて、すごいですね。で、低予算、これがやっぱり日本の技術で、実は日本の宇宙技術って僕は昔バカにしてたんですけど、 JAXA とかね、とんでもなくて、もう最先端をすごく、なんだろうな、細やかにやってる、素晴らしいと思いました。というわけでこれも期待できます。はい、もう一つあるんです。この明かりと同じようにニューホライゾンですね。次の目標はカイパーベルト天体2014の MU69。 さあ、これですよ。はい、実はね、こっちの方がある意味じゃ重いんでしょうね、話はね、これもちょっと記事を読んでからいろんな話をしてみたいと思います。探査機ニューホライゾンの次の目標天体として、冥王星よりさらに約16億キロメートル外縁を、すごいですね、16億キロメートルで外縁を航程しているカイパーベルト天体の2014の MU69 が選ばれる見通しとなったということですね。はい、これはね、なんていうんですかね、それぐらい遠いんですよ。まあ、どうなるかというと、ちょっと読んでみますね。これは7月の14日に冥王星をフライバイしたニューホライズンは、当初から冥王星系だけではなく他のカイパーベルト天体も探索するように、計画された探査機だということですね。これはまずどういうことかというと、まあ、冥王星が最終的目標ではないと、いうことなんですけども、これは7月14日の冥王星を、ね、見た写真はもう衝撃的で、これ動画とか写真とかね、動画を送ってくるのかな、どんどん送ってくると思うんですよね。それを今 NASA が検疫して、一般に流せるものは流してくれるということでしょうね。火星なんかも今ね、キュリオンシティもね、どんどん画像編集してますが、これはもちろん変な話ですけど、マスコミだけに流すために、言ってるわけじゃないので、マスコミに来ない情報が多いです。まあ、そういうのを僕らが拾ってね、いろいろやるんですけどね。はい、次に、追加の目標を接近通過、フライバイするための燃料も残ってるということですね。はい。で、電力系もあと数年は稼働できるように設計されていると。まあ、これいろいろね、いろんなことがありますけど、この電池が何でできてるかって言ったら、まあ、簡単に言うと、この辺はプルトニウムを使ったね、原子力発電電池なんですね。で、まだ残ってるんですね。新たな目標として選ばれた、カイパーベルトの 2014MU69 は、2014年にハッブル宇宙望遠鏡で発見された天体であると。大きさは約45キロと見積もられておりと。小さいですね、これね。典型的な彗星より10倍以上大きいです。まあ、普通の彗星ね、大きくて、1000倍以上重いと。
で一方冥王星と比べると 0.5 から 1% の大きさ、質量は1万分の1しかなく、冥王星などを作る元となった天体と考えられていると。でこれのところね、で原始太陽系の時には、こういうものがいっぱいあってね、あの軌道上でぶつかり合って一つの星ができているんですね。で、まあ、ぶつかり合ってできると同時に欠片がまた飛び散るわけですよ。だから大きいある程度こういうカイパーエッジベルトの天体、冥王星のようなものとかセドナとかそういう天体がありまして、それ以外にこういう小さいものが残っているということで、これぶつかる前のものでしょうか。はい、冥王星探査で分かったように地球からの観測では決して得られない多くの情報がフライバイ探査で得られます。ニューホライズンが取得する、詳細な画像データによってカイパーベルトとそこに存在する天体に関する理解に、大改革がもたらされるでしょうと書いてありますね。ニューホライズンチームの、ジョン・スペンサーさんが言ってます。はい、地球から49億キロの距離を飛行中のニューホライズンの状態は良好です。はい、冥王星に関する膨大な、課金課金言ってますけど気にしないところはメールですからね、画像データなどを送信始めたばかりだということです。予算が無事に通れば来年に 2014MU69 が正式なターゲットとして、承認されるが、それに先駆けての今年の10月半ばと11月初旬には軌道修正が行われるということですね。で、これはね、2014MU69 の到達は2019年1月1日の予定だと。これもすごい楽しみですね。あの、まあ、いわゆるものすごく遠いですから、データが来るまで、または正しくちゃんとうまくデータが来るか分かりません。ただ、一つ言えてることは、データを送信して地球に届くシステムは健全だということなんですね。だから、まあ、反対に言うとその地球のもう本当に外縁天体ですね。そこの情報が普通に入るということです。果たしてね、ものすごく遠いですが太陽の明かりだってすごく、なんていうんですかね、暗いわけですよね。果たしてどの程度いけるんでしょうか。非常にそこのところもね、僕ね、微妙ですが、まあ、ただ、あの、興味があるので楽しみだと思いますね。はい。さあ、そして最後です。これもね、衛星では違うんですけど、土星には同じように、カイパーベルトと同じように輪っかがありますね。はい。で、この土星の輪の情報を一つ入れて終わりましょう。土星の A 環は他の輪よりも環ですね。高密度で若い可能性があるということですね。探査機カシーンによる土星の輪の温度変化のデータとモデルの計算の比較から、A 環は、A 環というのは輪ですね。A の輪は、他の輪よりも密度が高く若い可能性があると。土星の輪はね、特に密度が高いんで、これはあの非常にね、興味深いものなんですけども、土星は29年で公転しており、その半分である15年ごとに赤道の真上から太陽が照らす地球の、まあ、春分秋分に当たるタイミングは、土星の輪の真横から太陽の光が当たるので、見かけ上土星の輪が消失したように見えると。はい、そうですね。また、この前後の数日間に輪の中に見慣れない影や、波立ったような構造があって、輪の温度が下がると、まあ、太陽の、ね、あれがないでしょうからね。で、NASA ジェット推進研究所の森島さん、ね、森島隆二さんたちのいるんですね、やっぱりの人もね、研究チームは、土星の春分を迎えた2009年8月頃のカッシーニ、探査機ですね、が、取得したデータを調べて、コンピューターモデルに計算した、これは、なんでしょうか、温度データと比較したと。すると、輪の大部分は温度の下がる模様がモデルと一致していたんですけども、明るい輪のうちで、一番外側にある A 環、外ですね、の温度だけはモデル計算よりも高いと。うん、さらに、まあ、外側だからね、太陽の、光を一番、ね、受けるのが高いの分かるような気がするんですけど、さらに詳しく調べたところ、A 環を構成する粒子の大半が1メートルぐらいの大きさ、でかいですね、これはね。大きさで成分のほとんどが氷であると考えれば観測されたような温度に最も合うことが分かったと。粒子が一部集まってできる原因としては例えば、過去数億年内に衛星が巨大天体の衝突で破壊されたという可能性もあると。残骸が輪全体に均等に、飛散するほど時間が経っていないということですね。ということはまだそんなに時間が経ってない若いということですね。あるいは複数の小惑星がこの輪の内部に移動して氷の粒を外から運んできたのかもしれないと。この小惑星たちが土星のいや他の衛星の重力で破壊され、氷塊が A 環に広がったと考えたということですね。こうした説が正しければ A 環、まあ、これは特に、温度上昇が顕著な長部分のことね、の年齢は土星本体と同じぐらい古いと考えられている部分の他の部分よりもずっと若いというふうに考えられるということです。はい、ということで今日結構ね、やすぎ早に言いましたね。やっぱりこのね、太陽系の中の、ね、話題の方がまだ皆さんね、聞きやすいんじゃないかと思うんですよね。土星今はね、この冥王星のもっと外側のカイパーベルトまで行っちゃうってことは、土星ってなんか近くて、すぐ行って帰ってこれたら来ますわ。ここもすごく遠いんですよ。はい。そういうことで一人で矢継ぎ早に話しました。
また来週今度はねどんな話になりますか、とりあえず、今週はここで お別れしたいと思います、なんか舌が、もつれております。それではまた来週、皆さんと星の話をしましょう。さようなら。この番組はあなたの街のエンターテインメントウィザードインがお送りしました。